腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエット効果の高いリンゴ酢、私も大好きで毎日飲んでいるんですが、今回のこの動画ではそのダイエット効果の高いリンゴ酢の効果をさらに高める神ドリンクレシピをご紹介します。一日も早く健康で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。脂肪燃焼痩せるリンゴ酢の神ドリンクということで、詳しくレシピをお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのドリンクで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、脂肪燃やして痩せるリンゴ酢の神ドリンクレシピ、材料、作り方、飲み方、注意点をお伝えします。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢の神ドリンクレシピで痩せることができるのか、その痩せるポイント6つあります。1つ目、このドリンクを飲むとあなたの腸内環境が整います。なぜか痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが大好物の餌となるものが材料になっているからなんですね。そうすることで根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができます。2つ目、脂肪の蓄積を抑える効果が高いドリンクになっています。どうしても食べれば、脂肪の蓄積していきますよね。そこをしっかりとグッと抑えることでダイエットを加速させていきましょう。で3つ目、便秘改善効果もめちゃくちゃ高いドリンクです。いかがですか？便秘じゃないですか？逆にね、難便の方、いずれにしても腸内細菌のバランスが非常に悪い方なんですよね。しっかりとあなたの腸に痩せ菌たちが定着していないといけないわけです。そこで今回このドリンク飲まれますと、そういったね、腸内環境の悪い便秘の状態、もうデブ菌と呼ばれる悪玉菌がもういっぱい住みついている状態だと良くないです。ですのでしっかりとこのドリンクで便秘改善していきましょう。4つ目、血糖値の急上昇を抑えてくれます。大事ですね。もう誰だって食べれば血糖値上がります。で特にね、甘いものとか脂っこいもの、炭水化物、要は糖質を摂るとグッと血糖値が上がってしまうんですが、そこをグッとね、抑え込むことができれば脂肪を溜め込みにくくしてくれるわけですよね。その効果が高いドリンクになります。5つ目、むくみ改善効果もあります。これすっごく大事ですね。むくんでる方っていうのはもう明らかに代謝が落ちてますね。なぜか体の隅々までちゃんと体液、では血液とかリンパ液がね、回ってないわけですね。そこに結局水分とか老廃物がたまるからこそむくんでしまうわけですよね。でその状態が続きますと代謝が落ちますから、太ります。で見た目も良くない。なのでしっかりとここでむくみ改善もしていきましょう。そして最後6つ目、代謝が上がります。もうこれすごく大事。このドリンクを飲みますと体温がね、上昇するんですね。でたった1度体温が上がるだけで基礎代謝が 13% もアップするって言われるぐらい、体が冷えてる方太りますよ。ですからしっかりとこのドリンクで体温上げて、結果代謝が上がって痩せることができますので、ぜひ飲んでいきましょうね。それでは2つ目の項目です。脂肪を燃やして痩せる神リンゴ酢ドリンクレシピということで、今回お伝えしたいのはこちら、小豆生姜リンゴ酢ドリンクになります。材料です。1杯分ですね。小豆茶 160cc、 生姜の搾り汁少々、お好みで結構です。あとはリンゴ酢小さじ1ということで、このお味が飲みにくいなっていう方はね、お好みで甘みが欲しい方は蜂蜜とかメープルシロップをちょい足しで飲んでみてください。もう作り方は簡単。以上の材料をよく混ぜたら完成です。ではここで小豆茶がなかなか手に入りにくい方もいらっしゃると思います。簡単に手作りできますから、ここで一旦小豆茶の作り方もご紹介して終わっていきますね。まず小豆茶の作りやすい量としては、小豆を大さじ4、イコール 60g、 できればこういったね、国産の、北海道産などの小豆を使ってください。そしてお水が 800cc、こちらもこういった天然水使ってくださいね。で以上の材料が整ったら作り方です。簡単です。1、小豆は水洗いをした後ざるにあげてて、キッチンペーパーで水気をしっかり切ってあげてください。2つ目、鍋に
丸一のこの小豆を入れていただいて、中火でね8分からまあ10分ぐらい、今こう香ばしい香りがするまでこういっていただきます。そして3つ目、その今いったこの小豆ね、鍋にお水を加えて、今度弱火で20分から30分間こうグツグツ煮出していただきます。で、色が出て煮出した後はザルでこしたら完成です。そしてリンゴ酢のポイントなんですけども、皆さんご存知ですか？ここ注意点ですね。痩せるリンゴ酢と太るリンゴ酢があります。で、まず痩せるリンゴ酢はこのような、たまたまミツカンさんのねブランドなんですけども、純リンゴ酢、国産リンゴ果汁 100% のみで作られているリンゴ酢選んでくださいね。原材料がリンゴ果汁 100% のみのものでしたら別にどこのメーカーさんでも大丈夫です。これ以外の例えば甘い味がついてたり、添加物、香料ですね、保存料とか、そういった要は添加物、加工されたリンゴ酢はダメです。もう絶対に良くない。添加物取りますと太ります。なぜか胃や肝臓、腸がですね、もうきついって、分解するのきついって嫌がります。そうするとあなたはせっかくいいものを食べてるようであっても、食べても食べても消化吸収ができない、イコール栄養不足になってるんですよね。そうすると痩せるホルモンの材料が取れてないわけですから、もちろん太る、プラス味覚もおかしくなってしまうんですよ。なので頭ではいけないって分かってるのにもかかわらず、甘いものとか脂っこいものがやめられない、止まらないっていう方はもう人工甘味料とか化学調味料のせいです。なのでぜひですね、こういったのはカットしていただいて、こういった純リンゴ酢をぜひ使っていきましょう。そして最後に痩せる飲み方注意点なんですけれども、今のドリンクはぜひホットもしくは常温で飲んでください。そして一気飲みはダメです。吸収できませんので、こまめに数回に分けて1日かけて飲んでいただければ十分効果があります。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高い純リンゴ酢プラス手作りの小豆茶を使ったことで、さらにですね、脂肪燃焼効果、デトックス効果が上がって、しかも健康的で綺麗に痩せることができるというドリンクをご紹介しました。ぜひあなたのペースで3、4ヶ月は続けてみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際飲んでみたご感想などなどいただけるともとっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。